さあ、もう間もなく車検を受けますので、今度週明けにでも栃木のバイク屋に持っていこうと思ってますけど、こいつはちょっと待って、場所が悪いから移動します。まず移動します。移動してから駐車場の真ん中に移動します。よいしょよいしょよいしょ。下り坂は楽だけど、こっからの上りはきつい。よいしょよいしょよいしょ。磨きながらと思いましたけど、ちょっと軽くほこりを払いながらにしましょう。大変だから磨くの。また磨く動画はまた後でアップしますかね。よしよし、とりあえずじゃあ軽く払って、ほこり黒だからね、めちゃくちゃほこり目立つんですよこれ。よいしょよいしょ。フェンダーとかもでけえんだこれ、めちゃくちゃでかいフェンダー。よいしょ。パッと見綺麗なんだけどね、吹き始めたらもうキリがないんで。よいしょ。じゃあ改めて FLSTC の I ですね。FLSTC I の I はインジェクション仕様のオートバイでした。詳しくは後で。っていうかもうこの時点で、キャブ、オートバイに詳しい人だったら分かりますかね。キャブレター仕様になってます。年式が2002年だったかな。確か。なんか車体番号を見れば分かる人は分かるみたいですけどね。ライコランドのお兄さんには2002年って言われた気がします。車検証見れば分かるんですけど、ちょっと僕もハーレー初心者なので、詳しいことは詳しくはないのですいません。で、来週車検に出そうと思ってます。栃木のバイク屋まで乗っていきます。別に付き合いがあったバイク屋さんっていうわけじゃなくて、今回初めてのハーレー車検ということで、ハーレーに強そうな、ハーレーの取り扱いに実績のある、ハーレーが得意なバイク屋さんに出した方がいいのかなというのがあって、新しく探したら栃木県栃木市の方でヒットしましたので、そこに持っていこうと思います。で、せっかくの車検の機械というか、バイク屋に預ける機械ですので、カスタマイズをこのタイミングでしようかと思ってます。まずはハンドル周り、スイッチボックス、マスターシリン、マス、ない、ブレーキマスター、レバーとグリップ、今黒の樹脂とゴム、あとはアルミのムクになってますけれども、これを全部メッキのものに今回交換しようと思ってます。ハーレーのディーラーに行って聞いてみたこともあるんですけど、アメリカ製の部品はかなり、いや違うな、アメリカ製の部品というか車外パーツはかなり作りが悪いっていうか荒いっていうか、この部品の合わせとかも全然良くないみたいなんで、ちょっと操作性が損なわれるんじゃないかっていうのは
気になりますね。はい、あと購入しているパーツが、そう、シフトペグ、今ゴムの、多分これ純正なんですけど、ゴムのシフトペグなんですけど、ここ変えます、変えようと思います。あのチーズホールタイプっていうのかな、あの金属で穴が開いてる装飾がされているものに変えます。あとは反対側で、ブレーキペダル、ブレーキペダルもちょっとこのゴムが気に入らないので、光り物に、やっぱりシフトペグと一緒の、チーズホールのペダルというか棒っていうか、まあイメージがつく人は、ハーレーに詳しい人はチーズホールのこのペグって言えばわかるかもしれないですけど、ちょっと長めのやつに変えようと思ってるんですけど、これネジで多分ポン付けっていうわけにはいかないので、溶接とかそこのオートバイ屋さんでカスタマイズ、得意なあの、お店の店長さんっていうかオーナーさんなので、お願いしようと、お願いしてみようと思ってます。ダメって言われたらしょうがない、なんか別の手を考えます。あとあったかな、あ、そうそう、あのフットボード、トライジャっていうメーカーの、アルミ削り出しのものに、これもできれば変えたいんですよね。このサイドの部分に LED のランプが入ってて、夜夜間走行はすごい目立つようなものですね。6万円ぐらいかな、超高いです。そこはちょっと奮発して今回やろうかなと思ってます。でもなんかまだ部品が届いてないっていうことで、行ってみて話聞いてみようかな。そんなもんか、あ、違うな、あれだ、 CC バーだ。CC バーもなんかやっぱり後ろの迫力じゃないんだけど、ボリューム感がちょっと足んないので、ここにビヨーンって50センチぐらいの高さの CC バーをつけてもらいます。別に2人乗りあんまするわけじゃないんですけど、2人乗りしてたらこんなちっちゃいビリオンシートのやつじゃなくて、もっと座りやすいシートのやつにしてますんで、CC バーはあの荷物の積載、そこになんかカバン縛り付けたり、リュックとかなんかぶら下げたり、ヘルメットぶら下げたり、なんかそういったことで便利かなって思ってつけてみようと思ってます。まあ、あの飾りの意味合いも大きいですけど、はい、こんな感じで、FLSTCI ですけど、キャブ仕様、そうだ、キャブの説明、ね、一応、まあ、これ中古車、中古で買った車なんですけど、前のオーナーがキャブを三国の、HSR キャブ、合ってるかな、間違ってたら恥ずかしいですけど、 HSR キャブに変えてます。ノーマルと乗り比べたことがないので何とも言えないですけど、最初、久しぶりに始動した時の月はもうすごい悪いっていうか、始動性は良くないですね。エンジンが溜まってこないと、またちょっとそれは別の、動画でアップしようと思ってますので、よかったら見てください。いつになるか分かんないですけど、とりあえず近所じゃ爆音で、この住宅街じゃ暖気、ゆっくり暖気できませんので、じゃあ全体ちょっとぐるっと一周して、あの車検に出す前の姿を一度残して、とりあえず今日は終了で。いや、ほんとメッキが多くて見栄えがしますよ。ヘリテージソフテイルですね。名前がいいですよね、ヘリテージって。
ヘリテージソフテールクラシック、本当にクラシックだわ。じゃあこんなとこで、今日は一旦終了で。